デートナインターナショナルスピードウェイオーバルトラックとは、モータースポーツで使用される、サーキットの一種。楕円に近い形で、ストレートと傾斜角がついたコーナーで構成される、左回りの周回路を指す。単に、オーバルとも呼ばれる。オーバルの走路は、サーキットではなく、陸上競技や自転車競技の施設のように、トラックと呼ばれる。施設の多くは、 アメリカ合衆国に存在し、現地では主にスピードウェイ、レースウェイといった名称が付けられている。基本的に左回りに走行するが、これはアメリカの競馬場の多くが左回りであり、かつてアメリカでは競馬場を利用したモータースポーツが盛んに行われていたためである。アメリカのモータースポーツは広大な平地にオーバルトラックを作り、 スピードとスリルを味わうエンターテインメントとして発達した。ヨーロピアンタイプのロードコースがコーナリング技術を要求するのに対し、オーバルトラックは基本的にブレーキやギアチェンジのような操作を行わず、ガスペダルの強弱とわずかなステアリング操作のみで、いかに平均速度を高く維持したまま走行できるかを競い合う場となっている。 基本的にストレートを高速コーナーで結んだ単純なレイアウトであるため同じところをぐるぐる回っているだけで面白いのかという印象を持たれがちであるがオーバルを高速で走り続けるためには独特のテクニックや作戦駆け引きが必要とされその奥深さがオーバルレースの魅力を生んでいる以下はオーバルトラックについて説明する上で使われる用語であるダートトラック ボードトラックペーパークリップトライオーバルトライアングル D シェープオーバルクアットオーバルオーバルトラックを使用するレースカテゴリーはストックカーレースのナスカーの各シリーズとオープンホイールカーレースのインディカーシリーズやその回シリーズが特に有名である。世界三大レースの一つインディアナポリス500やナスカースプリントカップシリーズ開幕戦デートナ500もオーバルで執り行われる。 ナスカーでは3台シリーズで使用される26のサーキットのうち23がオーバルトラックである。また、インディカーシリーズでも毎年5000以上がカレンダーに組み込まれ、コース長や形状に偏りのない構成になっている。オーバルでは左方向にのみ旋回する。そのため、ストックカーやインディカーには左旋回に特化したスタッカーというセッティングが行われる。 上記のセッティングを行うことで、左方向への旋回性能を高めることができる。ただし、ステアリングを切らない状態では左に反れていく程度であり、ターンでは左にステアリングを切る必要がある。一方、ストレートではステアリングを右に切ることで、直進できる。周回平均速度ナスカーの場合、マーティンズビルを除いて、周回平均は120マイルパーアワーを超える。 デートナやタラデガのような超高速のスーパースピードウェイではリストラクターを装着して出力を抑えても常時190マイルパーアワー以上で走行できる。さらにインディカーでは周回平均160マイルパーアワー以上、最も速いインディアナポリスで220マイルパーアワー以上に達する。レース平均速度た地域のレースカテゴリー同様、決勝レースでは レース平均速度が算出される。ただし実際のレースにかかる時間は、後日のフルコースコーションのためにレーシングスピードを維持して乾燥した場合に比べて大幅に長くなる。そのためコーションが一度も出ないことが、一般的な立ち位置のカテゴリーと異なり、周回平均速度レース平均速度とはならず、後者は前者に比べて大幅に低いことがほとんどである。例えば、インディ500の場合、 レース平均速度は2013年にトニー・カナーンが記録した187.433マイルパーアワーが最高記録であり、時間に換算すると2時間40分03秒になる。しかしこの記録は5回、21周にわたるフルコースコーションを含めたものである。レースカーとの相性をオーバルトラックはその形状から周回平均速度が高いサーキットと言えるが、 全長が同じでもスピードが出るか否かは、インディカーとストックカーで必要な要素が異なる。ストレートが長いことはカテゴリーを問わず必要だが、ターンの構造によって、ストックカー向きかインディカー向きかが変わる。ストックカー向きのトラックは、バンク角が高いものとされる。ストックカーは、ドライブシャフトがむき出しになっており、グラウンドエフェクトを積極的に発生させる構造になっていない。また、 エアロパーツは、車体後方の磁気付けリアスポイラーのみ装着される。そのため高い最高速性能を持ちながら、ボディで発生するダウンホース量は非常に少ない。ストックカーはターンを通過する際、重力とエンジン力の合力、つまり、車体を後ろから見た時の斜め右下向きの力をダウンホースとして利用している。この時、 バンク角が高いほど路面が力の向きと垂直に近くなりダウンホースが大きくなる。一方インディカー向きのトラックはコーナーが緩やかなものとされる。インディカーの場合、バンク角よりもコーナー曲率とコーナーの長さが速度により大きく影響する。前後のウィングと車体底面のベンチュリ構造によってインディカーは大きなダウンホースを得ている。ゆえにバンク角が あまり高くなくても、ウィングを調節して、ダウンフォース量を増やすことで、ターンでも高速を維持して走ることができる。しかし、ヨーロピアンサーキットの高速コーナーと同じように、ターンを通過する間はアクセルを開けていても減速する。その時、コーナー曲率が大きい、緩やかなターンや、通過時間が短いターンほど減速を小さく抑える、ことができる。全長2マイルかつ D シェイプオーバルである。 ミシガンインターナショナルスピードウェイとオートクラブ、スピードウェイのトラックレコードについて、ナスカースプリントカップシリーズとインディカーシリーズ及びカートで比較する。なお、ミシガンはフォンタナに比べストレート長が約74メートル、長くターンのバンク角が4度高い。一方ターンはフォンタナの方が緩やかである。このようにストックカーでは、 バンク角が高い方、インディカーではターンが緩やかな方のトラックが周回平均速度は高い。オーバルで行われるレースでは規定周回数及び早走,走行距離がヨーロッパなど他地域のレースカテゴリーに比べて長い。さらにその長さはトラックごとに異なる。ナスカースプリントカップシリーズの場合平均距離は約 650km、最短は263マイル。 最長は600マイルである。さらに、グリーンホワイトチェッカールールで距離が延長されることもある。一般的に大会名のタイトルの後に添えられる数字は、早々高距離を指すが、1マイル未満のショートオーバールで行われるものの場合、規定周回数を指す。日本の富士スピードウェイが、スピードウェイと名付けられたのは、計画段階では、ナスカーのレースを開催する。 オーバルトラックとして建設される予定だったためである。AB 海市クラブボリューム19特集インディと海市二馬車1998年89ページロジャーアスカワオーバルのスポッターって何をやる人 ?US レーシング2012年11月24日閲覧7度のシリーズチャンピオンを獲得したナスカードライバー 2001年のデートナ500で死去。ナスカーにおけるハンズ義務化のきっかけとなった。2005年インディカーシリーズチャンピオン及び2度のインディ500優勝者。2011年ラスベガスモータースピードウェイでのレースで死去。彼の死を受け、翌2012年よりハイバンクオーバルでのダウンホース削減が進められた。ありがとうございます。